今回は江戸の化政文化について話していきます。化政文化の中でも蘭学とか国学について話します。まず国学なんやけど、国学っていうのは日本古来の道を説くっていう学問です。で、これの中で、有名な人物として、加賀の吾妻麻呂っていう人物がいました。で、加賀の吾妻麻呂っていうのは、奏楽後継っていうのを表します。小学校系かな。学校を作れっていうことを、徳川吉宗に提言するんやけど、何の学校を作るのかって言ったら、国学を作ろうっていうことを、国学を作るっていうことを吉宗に提言します。で、この弟子鴨の真淵っていう人物がいました。鴨の真淵は国遺構っていうのを書きます。国遺構は日本古来の道を明らかにしようとするっていうもとで、書かれています。で、また鴨の真淵の弟子がいて、それが元折宣長っていう人物。元折宣長が書いたのは古事記伝っていうのを、古代の歴史書を参考にして、日本古来の精神を読み取るっていうことを、この古事記伝の中で行いました。で、元折宣長っていう人物は、伊勢の松阪出身でした。で、この元折宣長の、考えを受け継いだのが平田篤胤っていう、復古神道を唱えました。復古神道っていうのは国益主義的な考えを持つ、宗教です。で、また、花輪保己一っていう人物が、花輪保己一は7歳でちょっと失明してしまうんやけど、それでも、いっぱい勉強していきます。主に和漢の勉強をしていきました。そして、群書類従っていうのをまとめます。群書類従っていうのは、古代から江戸時代初期までの書物を収集し、校訂するっていう作業を行って、この群書類従っていうのが作られました。で、また、荒井白石荒井白石っていうのが、西洋記文っていうのを書きます。
ここに聞くっていう字が入ってんけど、これ誰に聞いたんかって言ったら、イタリア人宣教師。シドッチっていう人物に聞きました。で、これは西洋って書いてある通り、西洋研究の書物です。他には、採卵遺言というのを示します。この採卵遺言という書物は、世界地理史になっています。また、西川助賢は、海通商校っていうのを記します。これ何かって言ったら、西川助賢が長崎で、見聞した、海外事情についてまとめたものになっています。次なんやけど、蘭学の方に行くんやけど、山脇東洋っていう人物がいて、雑誌っていう書物を書きます。この雑誌っていうのは何かって言ったら、人の体、人体を、解剖していきます。で、解剖して、ここにこの臓器があるとかいう解剖の、図録がこの雑誌っていう書物です。また、1774年に、解体新書ができます。これは、ターヘルアナトミアっていう書物の訳なんやけど、これを訳したのが、主に前野良沢っていう人物。と、杉田玄白。が、訳します。で、元になったのが、ターヘルアナトミア。っていう本やったんやけど、このターヘルアナトミアを、翻訳した時の、苦労話っていうのを、この杉田玄白っていうのは、蘭学、ことはじめっていうのに、表しています。蘭学ことはじめで、このターヘルアナトミア翻訳の苦労話について書かれています。で、前野良沢や杉田玄白に学んだ人物がいて、それが大月玄卓っていう人物がいました。名前見たらわかると思うんだけど、杉田玄白の玄っていう字と、前野良沢の卓っていう字が入ってると思うんだけど、それからもわかるように、この二人から
学んだ人物であることがわかります。で、彼が記したのは蘭学改訂っていうのを記しました。これは蘭学の入門書になります。で、そもそも蘭学って何なのかって言ったら、蘭学は、オランダ語を通して、学ばれた学問のことを蘭学っていうふうに言います。当時結構学問は、オランダ中心に、栄えてたっていうこともあって、オランダ語で、学ぶっていうことが主流だったんで、この蘭学っていうものができました。で、江戸に、シランドっていうのを作りました。私塾、シランドっていうのを作ります。で、大月玄卓の門人である、稲村三白っていう人物が、春間和下っていうのを作ります。この春間和下では、蘭和辞典。オランダの言葉を日本語に直すっていう辞典でした。で、この蘭和辞典っていうのは、この春間和下が、この日本で一番最初にできたとされています。また、志津木忠夫っていう人物がいたんやけど、が、歴正新書っていうのます。この歴正新書は何かって言ったら、ニュートンの引力説やコペルニクスの地動説を紹介したものにです。あと、ケンペルっていう人物が、日本史っていうものを書いたんやけど、それを鎖国論として紹介しました。次に、伊能忠敬が大日本沿海予知全図っていうのを記します。これはかなり正確な、日本地図だったそうです。何回も、歩いて、測量を行ってこの地図を作りました。次に、1811年に高橋景康っていう人物がいたんやけど、が、幕府に言って、蘭書和下御用っ
ていうのを作らせました。で、これは何するとこかって言ったら、要所の翻訳っていうのを行う場所です。で、この高橋景康っていう人物は幕府の天文方の、人でした。で、この番所和毛御用っていうのは、後々名前が変わっていくんやけど、1811年の時は番所和毛御用。で、それから、洋楽所っていう風に呼ばれて、その後、番所調べ所って言われて、その後、洋所調べ所って言われて、改正所っていう風にも言われていくようになります。シーボルトっていう人物がいたんやけど、シーボルトは、日本っていう本を書きました。で、この人は、オランダ商館の医師やったんやけど、日本の研究をとても行って、日本研究の第一人者って言われるぐらい、勉強します。で、日本、長崎に鳴滝塾っていうのを作りました。そして、高橋景康っていうのと、関係があって、シーボルト事件っていうのが起きます。このシーボルト事件っていうのは、日本から持ち出し禁止の地図っていうのがあるんやけど、まあ、地図っていうのは国の国家機密の情報っていうことで、とても大事なものとして扱われて、海外に持ち出すことは絶対に許されませんでした。で、しかし幕府に黙って、高橋景康っていう人物は、シーボルトに、地図を、こっそり渡しました。それがバレてしまって、シーボルトは国外通報を受けて、高橋景康も、は、牢獄に、閉じ込められます。そして、1828年にシーボルト事件が起きたんやけど、そこでもう高橋景康は獄死してしまいますっていう事件が起きました。で、最後に、緒方洪庵っていう人物がいたんやけど、緒方洪庵が敵塾を作りました。敵塾は大阪にできて、福沢諭吉や大村益次郎など有名な人物を輩出する塾になっていきます。最後、もう一つ。佐久間象山。佐久間象山っていう人物がいたんやけど、東洋道徳西洋芸術っていう言葉を残して、西洋の芸術優れてるんだっていうことを説いて、開国論っていうのを説くんやけど、攘夷派の人物に暗殺されるっていうことが、起きました。これで、蘭学
江戸時代の蘭学、国学についての解説を終わります。ありがとうございました。